Всем привет! アシアです。ロシアの実家からお送りします。で、今日は日本から持ってきたロシアの、日本のお土産を紹介したいと思います。すごいたくさんあります。で、今日はうちにいとこが来てるからお呼びしたいと思います。こんにちは。はい。イラです。日本語ちょっと喋れるよね。もうたくさんあって、まずこのかわいい300円ショップのバッグ、トートバッグとここにいっぱい入ってる焼きそば緑茶、お母さんすごい好きだから持ってきた日本の緑茶、ズロネチャイ、なんでこれ海苔あ、これは面白いでしょ。キットカットの抹茶味メッシピチこの濃い抹茶、もっと濃い梅これは面白そうでしょ。日本の梅干し、あと梅昆布これもどうだろう、自分で食べたことないかも。Как ты думаешь, что это? По-моему, это просто деревяшки со вкусом сакуры. Просто сакура с другой. Нет, это... Или как вяленая сакура. Как а, деревяшки. Это водоросли со вкусом вот этой сливы. Вот как вот эта красненькая. あとはこちらです。ハンバーグ作れる面白いキッチン、水入れて作るやつ、おいしい。あとこれカップ麺いっぱい持ってきたけど、カップ麺あムジイジムとだいぶ適宜の、это сразу да она сразу сухая то есть чтобы есть ее あ это как разломанный да 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 栗とさつまいも味のチョコ、あとこれも抹茶と小豆の味のチョコ。え、что за решки? Это бобы? Это бобы и зеленый чай。まああとロシアね乾燥してるから日本のハンドクリーム。もうご飯ばっかり、ご飯とても多い。じゃあもっと日本の、これはねダイソーで買ってきたんだけどすごくいいよ。日本のお皿ですね。すごく可愛いこの桜。可愛い。桜がほんのりと書いてあるのと、これもなんか日本語が書いてあるこういうお椀とか、これはプラスチックだから、しかもね日本でできたものだからすごくいいよね。日本製ダイソーの日本でできてるものも最高、お土産に最適、壊れないし、これとても素敵なお皿。これはねこれすごい綺麗。わあ、わあ、ちょっといいですね。おちんくしゅうだ。だ、おちんくしゅうは。これもメイドインジャパン。日本でできたもの。あとこんな可愛い猫ちゃんのお皿も。おお。あと前お母さんにもよく送ってたお味噌汁、夕げと朝げ、これは美味しいよね。お母さんも好きだからこれも持ってきました。寝る寝る寝るね。Что это? Это как их смешиваешь, добавляешь по очереди, они меняют вкус и цвет. Клево. Да. これ面白い。これも昆布だし。これなんか日本食作ろうと思って持ってきた。あとこういう日本の昔ながらのお菓子のセットとか、あとうまい棒のいろんな味のね。セットとか、あとね日本食がきっと恋しいと思って日本のカップ麺たくさん持ってきました。どん兵衛と麺職人、チリトマトのカップヌードルとペヤングの焼きそば、これもイラ絶対好きそう。うん、это лапка? Да, мармеладки な、猫の手の形の、あと麺つゆこれも料理に使おうと思って持ってロシアでも売ってるかな、売ってるかどうか分かんないけどこれ美味しいから持ってきた。あとやっぱりダイソーが最強だからこういう日本製の可愛いお箸です。これもすごい可愛いよねこれはこれも日本製で、プラスチック、あっ、ビズル уже отправлял? Да, помидорки были еще。前送ったよね、うん、前それ送ったから、そう、これは消しゴム早速食べてるお箸、日本っぽい猫のシールあ、это кличка。だ、すごい近い。あとね、うちのお母さんは夜間が欲しいってずっと言ってて、 IH で使える夜間が欲しいって言ってて、はい、買ってきました、うん、これは日本でできたものです。でも夜間だけだともう本当にスペースがもったいないからここにいろいろ詰めた、おしるこ、チョコですね、まあこういうお茶に、やかんの中に入れるお茶に、
え？お茶と一緒に食べるチョコ、焼き芋のチョコとか、あとそうだね、紫芋のガルボとか。はい、お母さん喜ぶかな。まだ見てない。まあだいたいこんなものかな。как тебе? Мне? Ну классно. Все очень интересно. Особенно лапки. Такие классные. 日本の消えるペンとか、そう、こういう、私もすごい好きなんだけど、こういうのね。あと、クルトガとか、パイロットのペンとか、これもすごくやっぱり日本ならではの、すごい文房具の技術。だからこれも持ってきてます。みんな気に入ってもらえるかな。はい、でもこれ全部かな。なんかまだなんかあったような気がするけど、はい、大体、あ、もう食べちゃってる。はい、大体こんな感じかな。まあ後でそれぞれ食べますので、また動画にします。まあ、спасибо, что ты со мной в видео. Всем спасибо за просмотр. Большое спасибо. ありがとうございます。Всем пока.